6月1日、新型コロナウイルス収束の願いを込めたチアアップ花火が、日本各地の空を一斉に彩りました。人の密集を防ぐために、打ち上げ、時間は約5分間に限定され、場所も非公開で実施されたようです。ようやく元はこちら。このプロジェクトには、160社以上のメーカーが参加し、社会を元気づけるため、また、医療従事者への感謝を伝えるために、企画されたもの。現在、パンデミックの影響で、オリンピックの延期や、伝統的な夏の花火大会も中止が決まり、多くの企業が事業に苦労している状況が続いています。特に、花火職人にとっては、販売が厳しいだけでなく、法律上一定量の火薬しか保持できないため、スキル維持のために花火を作り続けることも難しくなっているといいます。そこで考え出されたこのイベントは、誰かを救い、それが、また、誰かの希望の光へとつながるようなものとなりました。そして、この明るいニュースは、海を越え、同じパンデミックのもとにいる外国人も、同様に喜びを分かち合い、日本の未来を応援してくれています。海外の反応。誰かがポジティブなことをしているのは、見ていて気持ちがいい。とっても良いイベントだね。日本人に幸運が訪れますように。この花火が、日本のみんなを楽しませていたらいいな。この花火の製造者とイベントの主催者に心から感謝するよ。僕は、広島の西にある小さな地域に住んでいるから見ることを聞くこともできなかったけど、もう少し西にある周南市に住んでる友達は、少し見えたみたい。たとえ意図的に実行されたものであったとしても、このイベントに関わった会社や人が、国民に向けて、こういった良いことをするために費やしたお金や時間に対する過欲さは前向きに歓迎したい。花火職人や他の関係者の方に、ありがとうと伝えたい。この暗い時期を和らげるために、民間の企業が主催し、実行に移したのであれば、ポジティブな働きかけをした彼らを称賛したい。私の感想。緊急事態宣言が解除され、少しずつ日常を取り戻しつつあるように見える日本ですが、実際のところ、まだ心の中にある不安や危機感が拭いきれない個人の感情と、経営に苦しんでいる企業がたくさんあるという事実は、簡単に変えることはできません。ですが、今回のチアアップ花火は、厳しい状況にある企業の助けとなり、人の気持ちも前向きにしてくれる、といったような、相乗効果を与えてくれたと信じています。関係者の方が言うように、花火でコロナウイルスを消すことはできませんが、人の心は動くと思います。そして、ポジティブな出来事が、また、新しいプラスのエネルギーを運んできてくれることを祈ります。